よし、警察はまだ来てない。ここで何があったのかな。これひどすぎる。これ一体誰が。まさかユリ。ユリがこんな風に切れるなんて。あれなんだろう。スパイダーボット。わあ、無事だったなんて信じられない。電話鳴ってる。ビニーから電話。あ、もしもし。ジーノ、どこにいんだ。女デカが3丁目の倉庫燃やしやがった。女デカ。確か渡辺とかそんな名前だ。ひでえありさまだよ。怪我人を病院に連れてって、その後今夜の準備に取り掛かる。準備って今夜何すんだったっけ。おい、頭でも打ったのか。ビッグイベントだよ。ボスにどやされんぞ。シャキッとしろ。集合場所で合流だぞ。ビッグイベント。ドンたちに何かするつもりだ。計画暴かなきゃ。ビニーを追うのが良さそう。急いで病院に行かないと。文章立ち去った時、恐怖を教えてくるってユリ言ってたよね。でもそれ以上に心配なのはユリのあの表情。あれって刑事の顔っていうよりも犯罪者の顔だよね。総合病院。よし、過去5分の携帯使用をトレースしてみよう。愛しのビニーがまだいるなら追跡できるはず。頼むよ。信号は受信してるけど近づかなきゃ ID 照合できないな。よしっと、信号を抜き出して。違う、ビニーじゃない。ほら、ビニー、出ておいで。違う、もっかい検索。ビニーでありますように。 ID が違う、クソ。当たりそうな予感。ダメだ、頼むからまだここにいてよ。スパイになった気分。しかも一番地味なやつ。お願い頼むよ。やった、いた。愛してるビニー。ビニーだ。近づきすぎず、でも離れすぎず。ビニー曰く、ハンマーヘッドのショーは今夜の予定。ブロードウェイじゃ絶対ないよね。オフブロードウェイでも、売人が出入りする怪しいブロードウェイでもなさそう。ビニー、頼みの綱なんだからヒントちょうだい。車に乗るみたいだ。ああ、もったいない。駐車スペースって貴重なのに。ドンたちをさらって以来、ハンマーヘッドは沈黙ってことは、ショーはドン絡みのはず。とにかく計画を暴いて、ユリより先に奴を見つけなきゃ。ちょっとビニー、運転に文句つけるつもりないけどさ、交通ルール守るふりくらいしてもいいんじゃない。
ここがビニーの言ってた集合場所のはず。それじゃっと今夜のビッグイベントの詳細を盗み聞き。建設現場にはいつ行くんだ？夜だ。照明が欲しいってよ。ドラマチックに行ってた。そんじゃ G の見かけたら教えてくれ。ここに来いって言っとけ。今夜の計画は建設現場で実行される。どれだろう。あいつたくさん持ってるし。おい、僕のこと気づかん。クモ野郎だ。なんだ。警備だったら僕が代わってあげるよ。動画に撮ればよかった。待った、今夜の場所、東と西どっちだった？西だよこのバカ。ほら来い。ああ、悪い。そうだった、耳の調子が悪くて方向感覚かな。西にある建設現場か。だいぶ絞ることはできるけど、もっと情報がいるな。おい、容赦なしだ。何か、いい夢見てね。ジーノはどこだ。セメント担当だったろ。富士ちょうどに始めるんだ。ボケっとしてる場合か。セメントだったら俺が9時に用意しとく。任せろ。イベントは9時開始。なるほど。でも場所がわからないな。イベントは9時開始。なるほど。でも場所がわからないな。
盗み聞きは隠れてしないとね。場所は A の34丁目の駅だ。 G 線はマンハッタン走ってねえだろ。俺はニュージャージー出身なんだよ。 A の34丁目ね。はいはい。34丁目の建設現場、ハドソンヤード。やった、今夜ハドソンヤードでドンたちに何かする気だ。こいつらが応援に駆けつけないよう倒しとこっかな。今ので全部。どうやらビッグイベントは今夜か。ハッピーエンドって予感が全然しないんだよね。よし、ショー開始。ドレスコードないよね。ハンマーヘッドも他のマギアみたいにできないわけ？ほら、ひっそり廃棄物処理会社経営してジャージ着てミートボール食べてたまに詐欺するとかさ。なんであんな大きな野望を抱いてるわけ？頭のプレートのせいかな。ユリの一足先だといいけど、あの二人が顔を合わせたりしたらきっとユリはバカな真似するはず。マイルズ、平気。どうかしたの？ああ、いや、スパイディセンスのことなんだけど、次のレッスンでカバーしよっか。ああ、ねえ、僕は平気だよ。今、病院なんだ。病院？なんで？誰かに襲われたとか？ちょっと違うってば、そんなんじゃないよ。ただ、実は橋から飛び降りたんだ。今、なんて？橋から飛び降りた。クイーンズで。怪我はない？今すぐ行くよ。いいってば、全然平気。まあ指は折れたけど、これってどうしたらいいのかな。お医者さんはただ安静にって。マイルズ、もう二度とやっちゃダメだよ。分かってるよ。本気でさ、パワーはあっても死なないわけじゃないんだ。マギアのドンたち。誰かと思えば虫野郎か。配信時間に間に合ったな。配信って？ニューヨーク市民の諸君、今夜のビッグイベント王座交代へようこそ。
昔は名誉と忠誠という言葉にも意味があった。コンクリート、人々がマギアを恐れていた時代のことだ。今夜古き良き時代が復活する。誰か助けてくれ。一緒に祝いたいところだが大丈夫、またすぐ会えるさ。ドンが埋まっちゃう前にミキサーの男を何とかし、とりあえず止まった。あいつら遠ざけておかなきゃ。ユリがまだ来てないといいんだけど、ミキサーから遠ざけないと。てめえもセメントに埋めてやろうか。これでよし、今のところは。ドリンクホルダーついてるの？おい、今なんて言った？ホリホリボーイズ？なんだそのふざけた名前。文句あるなら自分たちで考えてよね。デスボーイズでどうだ？つまんない。ミキサー止めなきゃゾンたちが殺される。嘘だろ、ミキサーがショートして電源を落とせない。ミキサーにウェブ巻くしかないか。お願い、強めのウェブ出てよ。半分埋まってる、急がないと。持ちこたえて頼むよ。ないとこっと。おい、こっちも助けてくれよ。みんなじっとしてる、今助ける。ドンたちは警察に任せよう。僕はノッポのお盆頭のとこへっと。記念すべき夜が台無しだが、代償はつきものだ。どうだ、プロジェクトオリンポスは完成した。貴様がドンと戯れている間にな。それ今期のパリコレで流行ってるの？残念、つや消しガンメタ似合ってないよ。マフィアの復興こそが俺の目的、それには時間もかかる。だから寿命を延ばした。保証期間延ばせるのは部品だけだよ。頭大丈夫？
さて、俺はマーケティングってやつに精通しててな。今や市民はマギアを甘く見て敬いすらしない。だが散りゆく貴様を見ればそれも全て変わる。栄光の日々復活ってやつだ。まるで壁を殴ってる気分。鉄の壁。
ほらね、自然に反する生き物になっても全然得なんてしないよ。小僧、寿命が伸びたと言っただろう。昔仇のマギアは辛抱強い、常にチャンスを伺いな。ユリ、何を。ダメだユリ、やめるんだ。ダメです、ヘイブ。まずいぞ。確か恐怖がなんとか言ってたわよね。ほら、どんな気分。上々だね。警部が心配だけど、あいつが死んでせいせいした。死んだだと、Ugh!